誰も教えなかった英会話学習。そのな、get の動詞フレーズでこれだけ話せる。確かにですね。get というのはその、うん、これさえ覚えておけばですね、えー、ほとんど英会話できたもも当、うん、然だっていうなこんな本もありますよ。うん、確かにね、非常に get がよく使われる。例えばあの風を吹くっていうね、catch a cold、catch という動詞を 覚えている方もおられるでしょうね風邪をひいてるだったらハーフを使いますねところがゲットを使えばゲットコールまさにこれゲットしたなんです。で私ねここで言いたいのはその6年も10年も英語を学んだ人がですねテレビなどで「何々をゲット」「何々をオープン」「何々をキープ」「何々をメイクする」 やってるでしょうもう涙が出てきますよねこれ一体ねこの人たちは一体その学校時代何を身につけさせられたんですかと私は思いますね。ちょっとね、えー、変な話になるかもしれませんけどもあえて聞いてください。で私はね、えー、1945年ですね、えー、日本がアメリカに占領されたんですね。 いわゆる新中軍というね、日本に駐留する、えー、軍隊というのが入ってきましてね。そしてあろうことかですね、普通だったら敗戦国の憲法などは維持ってはダメなんですね、国際法では。ところがアメリカはね、自分たちが用意した憲法草案を元にして、ね、日本国憲法というのを無理やり押し付けたんですね。でこれはもちろんね、いいとか悪いとかいうのは、これは後世の判断で。 それはあいいとかっていうのは内容がですよ。それはまた別の問題です。だけども、敗戦国に対して憲法を押し付けるというのは、これはありえないことなんですね。で、それはいいとしてですね。そ、確かにね、それによって、えー、アメリカはですね、日本のあらゆる制度、あらゆる制度というのは言い過ぎかもしれないけども、例えば農地法であったりですね、教育委員会、 であったり教育委員会制度であったりねいうようなものを変えたんですね。確かに農地法などは、えー、と例えば財閥変えたいとね、えー、と同様ですね農地法というのはいわゆる戦前のそのどう,いうんですか小作のによるね、えー、まあ農民を苦しめてきた制度をアメリカが変えてくれたとこれは非常にいいですよ良かったと思いますね。だけども。 例えば教育委員会制度ですね。教育委員会制度が今、子供たちを自殺に追いやってる大きな仕組みになってるんですね。これはアメリカが悪いとか言うんじゃなしに、ね。つまり、アメリカの教育委員会制度というのは、つまり、えー、例えば開拓時代のドラマをご覧になればお分かりの通りですね。土地の人たちが、あの先生はダメだ、って土地の人たちが、えー、みんなで決めるんですよ。あの人もあかん、とか。 そしたらこんないいセンスがおるからって言って、他から連れてくる。で、そういった、えー、いわゆる制度の実態ですね。アメリカでの実態がないまま、ね、えー、教育委員会制度というのはトーンと入れたから、お飾りのですね、飾りの教育委員長を選任してみたり、まあ、ああいった形だけ作って魂がないから、ああいった、その、どういうんですか、えー、責任を持たない、ね。 え、制度というのを作り上げてしまった。それが政党を自殺に追いやったんですよ。一生懸命それを隠そうとする。で、まあ、これについてはまた別の問題ですから、あまた別のところで述べたいと思いますが、唯一ですね、アメリカが、えー、日本の英語教育だけにはですね、手をつくまなかったんですね。面白いですね。 私はね、別にこの陰謀士官というのが、まあ、つまりアメリカの陰謀でこうなったと、そういうことは言いたくない。その証拠がないですから、私もそういうような研究はしていません。だけどですね、これは面白いですね、大体ね、えー、占領した国というのは、その占領されたものに対して、つまり占領したものに対してですね、大体言葉でどういうふうにして自分たちが、えー、何を言ってるのか、ね、分からせたり、 まあ最低限お前ら言うことだけは、この、俺らに分かる言葉で喋れようというのが普通の占領政策の大きな柱なんですね。ところがアメリカは不思議なことに日本のその英語教育には手を突っ込まなかった。ね、これはあもう後で分かりますね,ね。これが6年も10年も学んでも英語が喋れないという、これ基礎作ってるんです。 もしもアメリカに、この日本人に英語をきちんとああ話させて、私たちと、と、この、えー、話ができる人間を作りたいと言うなら、まさに今、今、えー、言ってるようなアシスタントティーチャーですか ?AET をね、どんどん導入して、日本の英語教育をバーンと変えてしまうと。ね。考えた。 かもしれないけれれどもやはりそれをしななかったなぜならこれ後世になって分かりますね日本が今政治家であってもね、えー、役人であっても国際社会できちんと物事を喋ったりする人ってほとんどいないという現実でしょそしてまたあるいは他のアジア諸国ねいろんなアジアだけではないもう全世界日本人は言ってますよねだけどなかなか英語で、えー、自分の言ってることを を伝える。これがなかなかできないでいる。で、これってね、まさに今、あの、まあ、中3員の方はね、もう、あの、どういうんですか、まあいた、現場にいる人間ですから、つまり言葉でどうしてもやらなあかんから、もう必死にやるわけですよ。ところが、日本は、もう、その、教育、英語の、英語教育というのはきちんと守られてましてね、昔どおりのことをやっておれば、つまり、読解教育をやっておれば、 先生たちはもう、英語の先生たちはもう、身分は保障されてるわけですよ。ね。つまり、自分が話せなくても、これが英会話の基礎になるんだ、何にもならへんならへんっていう、みんな思ってるのに、またいまだに続いてる。いっそのことを、私は、その、まあ,あ、酔っ払ってよく言うんですけど、もういっそのことをもう一回占領してもうでね、この英語教育にもっと手突っ込んでもうたら、いいんないかと。 ところがですね、ネイティブに教えてもらったら、英語が話せるようになる。これは残念ながら大嘘です。もちろんね、そう、そういう人もいると思いますよ。まあ、それはそれと別にしてね。で、私はこの歴史的な、あ事実について、この述べたいと思います。つまり、えー、イギリスが、ね、大英帝国がですね、インドとか、ビルマ、ね、シンガポール、香港、などに入ってきとったわけですよ。侵略してきた。 で、それが日本人によって解放されたわけですね。戦後解放、日本人によって解放された国、独立していくわけですよ。で、その独立の過程で、どういう、英語に関してですね、どういうことが起こったか。で、これは1960年ぐらい、70年ぐらいの新聞でもよく、えー、記事として出ていました。で、彼らはか、彼らが考えたことは、いや、これはね、 今までネイティブの人に教えてもらった、もらってきたけれども、あまり効果がないようだぞと。むしろ、むしろですね、自分たちの国で英語を話せる人を養成して、そして、えー、その人たちが考える、えー、教育で英語の発想を学ぶ、英語を話せるようになるということの方が、ね、本当ではないかと。 これはすごい事実ですよ。つまり、えー、彼らやったことは、まあ数カ国ですけども、これは現実にどこどこどことは言えないですけども、私は当時の新聞報道で見ただけの話ですけども、やっぱり自分たちの国で英語の先生を養成して、だけども、それはもちろん読解のための、 ね、その、そこの国の言葉に訳すというんじゃなしに、自分たちの言いたいことをどのようにして英語で表現できるかということを、ね、母国語で説明できる人間を、つまり英語の先生を、ね、えー、作り上げていくんですね。これが歴史なんです。歴史的にそういうふうに報道されております。 私はね、ずっと言い続け、きたのはですね、英語の先生はきちんと日本語で、母国語で、ね、子供たちに英語の発想を教えてあげてほしいということなんですね。決して英語の先生がペラペラ英語を話せたり、自由に英語を話す、そんな能力が必要ないんです。そういう能力があれば、また別の通訳に、をしたりですね、また別の仕事があ,るありますよ。 でそういったとこに行けばいいんであって、英語の先生は、英語の発想を教えることであるということなんですね。ところが、それを飛んでですね、そしたら、え日本の英語の先生が駄目だからって、AET をもっとアシスタントティーチャーですね、を導入したら、もっと日本人は英語を話せるって、こういう馬鹿、まあ、なね、えー、考えが蔓延してますよね。 で、現実に、えー、大阪府でも大阪市でもなんか小学校の1年生から AET を導入してし。しかしね、この AET の導入に関してきちんと今まで検証したことがあるでしょうか。誰も検証しない。つまり、どれだけ役に立ったかどうかというのは検証されたことがない。つまり私はそういうのは、えー あるかもしれませんよ。研究がね。あまあ、単に私が目にしてい,いないということだけかもしれません。だけども、この無批判にですね、ね、何の検証もなく、どんどん AT を入れれば、入れればですね、日本人が英語が話せる。これは大嘘です。AT というものがですね、初めて日本に導入されたのは、1970年代だったと思います。で、これはですね、 当時、アメリカの経済がどん底でしてね、えー、大統領で、あ大統領であるですね、レーガンが、中、ソネ首相に対してですね、この大学も出てんのに、就職がないんやと、アメリカ国内ですね。で彼らをつこたってくれへんかと、日本で。まあいい、ああの、あいつらはもう英語喋らしるし、別に英語の教育をする免許もないんやけども、 まあ、とにかく英語は喋れるから、凄たってくれへんかということで始まったんです。で、まあ、宿舎付きのですね、立派なものを建てたり、まあ、うん、いらっしゃい、いらっしゃいということで入れたんですね。ところが、その、うん、AET が日本に、うん、残したものですね,ね。本当にそれによって日本人が英語が話せるようになったのか。 その検証も全くないまま、未だにそういった感覚で AET が導入されていますね。もう今や、あの、アメリカだけじゃない。ね。えー、もう、とにかく英語を話せて大学出たら、まあ、どこでもいい。どこからでもいい。はい、エジプトから、はい、インドネシアから、フィリピンから。まあ、ざまなところね。アフリカのある国から。いや、別にいいですよ。どんな国の人が来てもいいです。逆に、いわゆるネイティブスピーカーよりもいいかもしれない。 だけども、それも含めて検証するべきです。本当に英語が話せる人が、ね、現実に日本人に英語を、話せる英語が教えれるものから、ね、それはやっぱりね、検証するべきですよ。まあ、余分なことまで述べたようです。申し訳ありません。で、ここから get について述べることにします。 Get というのは、あらゆる種類の語と結びつくことができる、神話力の強い動詞だ。だから、get を使いこなせれば、英語力は完璧だとか、get を極めたら、英語の真髄がわかるとか、get で全てのことが話せる。こういった本が売られて、えーえー、いたことがあります。だけどもですね、本当に、えー、彼らがこの著者ですけども、本当にきちんとそれを説明したか。 私は説明し,、えー、して、えー、いたとは思えないのですね。で、後ろに、うん、あります通り、get のは動詞フレーズのパターンですね、は5つあります。ところが、ないのがあるんですね。位置がそうなんです。例えば、get 単独で使ったり、get プラス副詞で使ったり、ね、いうのがないということなんです。 で、例えば具体的に get well これ上手になる元気になるみたいなね、えー、意味が施されていますけどもこの well は上手にとかうまくって日に訳すけれどもこれは副詞じゃないんですこれは形容詞なんですねつまり元気な状態になるね、えー、いい状態になるというのが get well なんですで、 つまり、ゲットに、が単独で使われたり、いわゆるゲットプラス複詞がないということは、ここでまず押さえておいてください。で、つまり、どういうことかと言いますと、ゲッ t の本質的な意味ってありますね。ゲットというのは、あくまでも後ろに続く言葉。それに到達する。例えば、えー、何,々何,々を何々をゲットというのは、ある対象に到達する。 だから手に入れるというような意味になるんです。対象に到達する。目的に到達する。これが get なんです。そしてもう一つあるんです。何々の状態に到達する。ね。このが、これが get well な、さっき言いましたがあの get well なんですね。ね。上手になる。元気になる。これがそういう状態になるということなん、なんですね。で、 え生活の中で手に入れたいものがたくさんあるつまり対象ですねそんな時に用いられるのがゲットである意味で人間の欲求所有欲の充足を満たすのがこの動詞ということになり一方でどんな状態に到達すると、ね、いずれにしても到達という意味が本質的なあものとしてあるわけですね。 そして、えー、他の動詞との意味の違いですけども、一として、get と take の意味の違いですね。で、get も take も、いずれも取るというような、えーえー、意味で教えられていますよね。ところが、この take というのは、この取るというのは選択の自由があると。だから、いくつかの中から一つを選び取る。つまり、私が言う取っかかりなんです。何かに取っかかるといううに。 この意味しかないんですね。で、例えば、take a taxi,、ね、タクシーに乗る、take a train, take a bus, これみんな、えー、選んで乗る、乗るというんだけども、えー、つまり get on とか get into とか、そういうな意味じゃないですね、乗るという。乗るという動作じゃないです。単に交通手段を選んでるということですね。で、例えば買い物でこれもいただきますというときに、I'll take this, take を使いますね。 で、つまり、これとかあれよりも、これを選ぶという、ということなんですね。例えば、ジャズの名曲にですね、take 5 e というのがあります。つまり、えー、5というのは5拍子ですね。5拍子でいこうと。4拍子、3拍子、ね、ワルツじゃなしに、ね、4拍子。で、5拍子でいこうと。まあまあ、とてつもない話ですね。5拍子です。まあ、あまり聞かない拍子ですけども、いや、この曲は take 5、5拍子なんだよ、と。 していいくよととうことなんですね。えー、またあるいは A「Take、A train」というのもありましたね「A 列車で行こう」と。で行くんじゃないですね。「A 列車に取っかかると」。それだけのことです。で一方ですね「GET」は選択のあ意思があるなしに関係なく自分のものになる。帰着すす。るとということなんですつまり、えー、行為の終結とか結果の部分なんですね。だから何とかして「GET」しますよと。えーね R take a taxi はバスでなくタクシーに乗りますみたいな感じ。B は何とかして、ね、ゲットするよと、get a taxi ね。これを選ぶ took this ですね。got this 何とかして手に入れた。つまり集結ですね。はい。そして窓際の席を選ぶんですね。はい。窓側の席に座ることができたみたいなゲットしたということですね。これがつまりゲットですね。 はい。えー、あるものを自分の所有する行為にプロセスがあって、そのプロセスの発端の部分が take、取っかかりなんですね。そして、その集結が get であるということなんです。はい。2の、uh, get と give の意味の違いですね。もちろん、これは give する、get するの、uh, ことですね。give&take、えー、と言いますけれども、そうじゃないしに、何かを get する。ね 牛からミルクを手に入れる。get milk from the car で。で、えー、今度はあり余ったものを与えるというのが give です。give milk to the cat。猫にミルクをやるということですね。そして3つ目の get have の違いは、h a v e は風邪をひいているですね。だけども get するというのは get cold。先ほど catch a cold のことを言いましたけれども、あの、よくですね、 あの、イギリスなんかの、いわゆる国語の授業、英語の授業ですね。生徒たちがあまりにもゲット、ゲット、ゲット、ゲットって使うからね、ね、えー、つまり英語の先生、まあ、彼らにとっては国語の先生ですね。あんまりゲット使うなって教えるのは彼らの大きな学習の、ね、目標の一つみたいですね。子供たちはゲット使ってばかりいるということですね。 はい。そして、四つ目、get, be の違いですね。いわゆる存在か、そういうふうに到達するかということです。ねえー、つまり、えー、the soup is cold. スープは冷めてしまってるよと。と冷めた状態だよ。冷めた状態で存在してるよということですね。ところが、スープは冷める。冷めつつあるというのが getting cold。はい、えー。以前にも言いましたね。get は一般動詞で進行形になる動詞だから、 ね。get t i n g cold というのがある。はい。it is cold.it gets cold. 寒くなるよ。はい。It, it is getting cold. どんどん寒くなってるよ。というふうなことですね。で、以下のフレーズは、の A が進行形、B が受け身形ですね。で、これがね、こういうふうな教え方が全く日本の英語教育ではなされないんです。つまり、 be moving っていうのは動いてるよという存在ですね。動きながらの存在。まあ列車が動くというような感じですね。ところが get moving になったら move という状態に到達するよと。だから動き始めるよというような get moving というふうな表現が出たり be married 結婚しているという存在。それを get married にしたら結婚するというね、結婚状態に到達するということなんですね。 こういった表現が出てくる。で、ただし、ここでも書いていますように、何々になるっていうのはもうビカムを使う人多い。それ決してこれは間違いじゃない。だけども、あの、会話ではね、これはちょっと文語的な表現であって、ビカムよりもゲットの使う方が、え、軽いんですね。まあ、普通の感じなんですね。 そして、えー、もう一つ、ここであえて言っておきますが、もうすでに出て,出てきましたけども、例えば、真実になる、本当になるというのは、become true とも言います。なぜなら、この become というのは、be という存在と come という出現、ね、という動詞が合わさってできた合成語ですから、ね、出現として存在する、出現して存在するというような感じですね。で、ところが、 えー、奥ンさんの16の動詞では「come to」でしたね、えー、そういう風にして「get」というのはたくさんの形容詞と結びつくけれどもすべてではないということですねさてここで「get」の動詞フレーズのパターンですね先ほど申し上げたとおり「1」の V 間隔というのはありません「get」プラス「副詞という形はないんですねつまりある対象をね えー、に到達するというのが2、4のパターンです。VO、VOOC です。そして3、4はどんな状態に到達するかということですね。VC 感覚。その応用形である5、VOC 感覚ということになります。まず VO 感覚ですね。いわゆるもう何々をゲットするというやつですよ。ね。えー まあまあ単にだけど get me っていうふうに私の言ってることわかりますかわ、ね、かってるよ。I、get you っていうのは、I、get you で、えー、表現できたり、ね。まあ様々あります。これもやはり、えー、様々な文類を見ていただいて自分なりのイメージを作り上げるということが大事ですね。そして VO 感覚というのは つまり、ゲットす、えー、私にゲットさせてよというような感じですね。get me, ゲット私にゲ、私をゲットするんじゃなくて、私にゲットしてさせてくださいと。何をと、the sort、しようをということで、get me the sort といった、えー、いわゆる VOO 感覚というのにもは、えー、発展、いうか拡大していきます。そして次の v c 感覚ですね。えー、先ほど挙げた get w h ル r 元気になるというのを少し、えー、上げておきましたで。ついでに言っておきますけども、get well を get better にしたらだんだん良くなるというような非較級で表せますよね。better get better という意味になりますね。だんだん良くなってきたよというのが、はい、進行形4ですね。ね、I'm getting well あるいは I'm getting better といううなあ意味で使われます。 いわゆる、えー、もう一度お申し上げますが、この一般動詞フレーズ、五段活用、get well をお例に挙げておきますけれども、ね、日本語を見てください。元気になる。忙しくなる。ね、えー、空腹になる。これなんか福祉の感じでしょう日本語で言えば。そうじゃないんです。保護になるものというのは、ね、 日本語の感覚で非常に福祉の感覚、あの、感じになってしまうんですね。絶対間違った、ではならないのは、間違ってはならないのは、そんな状態になる。それを形容詞で表す。ね。空腹になる。ね。get hungry。ね。喉が乾くようになる。これになったらもう福祉じゃないですね。get thirsty。というような、えー、ことになり、get happy。ね。幸せになると。 というふうなこともどんどん使えますし、get rich, get poor な、まあ、あげればきりがありません。そこでですね、まあ、その分類ですね、get plus 形容詞、ほぼですね、これについてのものは、このところをクリックしていただければ、様々な get plus 形容詞の表現が出てきます。で、もともとですね、 b 同士のところで the days are shorter. 日,日がより長くなっていますと。これはもうね、日本語で訳したらね、えー、同じようになってしまうんですけどね。より短い存在だということを言ってるんですね。で、それをゲットが使えば、えー、ゲットを使えば動的にそういうふうになる、到達する、そんな状態に到達するという。 動的なな表現になるとということですねそしてちょっと前後しますけども、一般動詞フレーズ、五段活用のところを見てください。どうしてね、えー、いわゆる普通に英語を学べば、1年でも2年でも3年でもしたらそこそこ英語が話せるようになると。これを今、えー、この五段活用のテーブルで、えー、見ていただきたいんですね。あえて見ていただきたい。 でね、あのー、例えば、現在形動詞フレーズで書いていますけども、これは3単元 S がつかない場合であれば、3の原型動詞フレーズと一緒なんですよね。つまり、1と3というのは似てるんです。そして2、えー、2と5ですね。これもよく似てるんです。全く一緒ですね。つまり、 元気になった。過去の一時点で元気になったというの、いうことと、I got where.I have got where. 私はもう元気になっちゃったよというのと一緒なんです。つまり、ハブがあったら現在完了形。つまり、現在の二重、えー、状況を表しているよということなん,な,なんですね。だけども、ネイティブスピーカーもそうですし、私たちと同様ですね。 英語を第二原語とする人たちもですね、英語を簡単に話せるというのは、この例えば2の get got well、これは過去の一時点を表しますね。あの時ね、私元気になったのよというのと、5の g o t well、つまり元気になったことと、過去のことという意味のこの ED 形動詞フレーズですね、これがハブと結びついて完了形になりますよね。I have got well. got well, 2の got well, 5の got well, 一緒なんです。つまり、多くの英語の動詞というのはね、ね、えー、規則変化では100%ですね、過去形の動詞フレーズと ED 形動詞フレーズ同じなんです。そして、この get のように不規則変化と言われるものでもですね、えー、やっぱり過去形の動詞フレーズと ED 形動詞フレーズ、多い場合が多いんですよ。つまり、原則はそうなんです。 ところが日本は例外語ねあくまで例外なのにそれが建前原則のように教えるそしてそれが間違ったって喜んでるわけですねこれはダメですそしてこの3のゲットプラス形容詞ある状態に到達するというのが基本形ということであればですねその動的な表現が456ということになります は非常に、えー、行儀がいいですね。つまり、to プラス動詞の、原型動詞フレーズ。つまり、まあ、不定詞と言われているものですね。you will soon get to like it. あなたはそれに、えー、時期に好きになるでしょうよ、というのは。you will soon get to like it.get、ね、to そして、get moving. これは進行形ですね。えーえー、be moving が get moving になっただ,だけのことです。 そして、えー、be dressed、ねえー、服を着るというのが、ね、get dressed というふうな動的に、えー、ああ表現するということですね。そして、v c 感覚のこのところ、B プラス ED 形同士フレーズ形容語というところをクリックしていただければですね。例えば、えー、be bored 退屈しているというのがあったら、get bored 退屈する。いいですね。 とか、えー、感動している be moved というのがあれば get moved に、えー、展開していく。つまり、学習をすればするほど今まで習ったことが蓄積していく、ね。別の形になって展開されていく。これが本当の英語学習なんです。一切こういうことを教えない。本当におかしな日本の英語教育ですね。はい、もう一度見てください。456というのは非常に、えー、行儀、えー、いいでしょう。 つまり、この三つの非時性動詞フレーズは三つしかないんですよ。それが四五六、そのまま、えー、使われている。ね。t u プラス原型動詞フレーズ、進行形、受け身形。つまり、今までそのような表現をして、えー、ができた人は、ね。これ get を使えば、うわもっと動的に表現できるわと。これが普通の英語教育なんですね。一つ学んだことが、後でそれが展開していく。そして、 えここでですね、VOC 感覚に拡大していくわけなんですけども、これはまさにもう公文であろうというふうに教えられるところですね。で、公文というのは、日本の英語教育では語文系理論とね、公文主義、そして熟語主義。これはもうやめろよというのが私の立場です。で、そうじゃなしに、つまり公文というのは英文を読解するための 文章なんですねややこしい文章があれば公文として思いなさいそしてこれはこういうふうに訳すんですよというのが公文なんですそんなことしてたら駄目ですで例えば「7」を見てください「The room is ready for the meeting」その部屋は会議のために用意されているよ準備されているよというのがあればこの「is」を取り払ってつまりその表現を元に置いて「they are」「彼は存在しているよ」と「hey, get getting the room ready for the meeting というふうな、えー、表現になります、ねえー。言うまでもなく、この the room is ready というのは VC 感覚。C が形容詞のものです。そして次に8、9、10と、えー、動詞フレーズ、非時世の動詞フレーズが通じていくんです。非常に行儀がいいでしょう、ね、?VC 感覚で使われたのがそのまま、えーね、VOC 感覚に使われる。つまり、 文法で言えば、この VC 感覚というのは、いわゆる C が主覚保護のことです。つまり主語を補って説明する。VOC 感覚というのは、目的語を補って説明するということなんです。目的語というのは、ちょっとしつこいですけども、例えば7を例に挙げると、えー、The Room ですね。その部屋を到達させる。ね、準備させた状態。準備した状態に。 いうふうなことです。で、get the room ready というふうな感じですね。もちろんもうすぐに、これも進行形になっていますけども、えー、会議に <laughs> その部屋を準備してください。get the room ready for the meeting。いいですね。そしてですね、7が、えー、基本形であれば、8、9、10はその動的な展開ということになりますよね。つまり、動詞のフレーズをね、 目的確保護にしたみたいなものですね例えば父親は二人の息子を自分のもとに呼んだということであればですね「<music> His two sons are to come to him」二人の息子は彼のところにやってくる予定だということですねこれが VC 感覚ですそれをこの「R」を取ってですね「Got his two sons to to come to him とという,ふうに書いただけのことですビートしかなくなっただけです。ねはい、そして Q は The clock is going again その時計が時計は再び動いているよとそれを i s を取って Get the clock going again というふうにするこれ進行形が元になっていますよね。そして、えー、My hair is cut 私の 髪の毛がカットされるということですね。はい。このような VC、えー、感覚があればですね、その伊豆を取って、get my hair cut ということになるわけです。つまり、8、9、10。非常に行儀がいいですね。そこで、t word w o v o r b s ということに移るんですけども、今まで、be、えー、have などのところでは説明してきませんでした。で まあ、学習のヒントとして、ちょっとしたヒントとして、この、いわゆる、イディオムと、熟語と呼ばれるものについて、少し説明をしておきたいと思います。で、私は、この get の動詞フレーズは、VOC 感覚だと説明しています。この C が、もちろん形容詞であったり、ね、えーえー、非時性の動詞フレーズ、3つですね、タイプであったりするわけなんですけども、これが、 えー、保育福祉、あるいは前置詞プラス、えー、名詞という保護であると、つまり C であると、私は説明しています。11、The rumor will get about quickly というふうに、えー、その噂はすぐに始まるだろうという例文を挙げていますけれども、これは VOC であるとで。つまり、The rumor will get itself about quickly。つまり、この about という保育福祉は、 周囲という本質的な意味があるんですね。つまり、それ自身周囲に到達するということなんです。ね、え、about ですね。つまり、周囲に到達する。それ自身がですね、get itself about quickly ということなんです。例えば、A のところを見てください。私は起きる、起きるというのは get up なんだ。みんなはそう覚えています。これは、 実は身を起こすということなんですね。私は毎朝早く起きますよというのは、つまりベッドから身を起こしてますよというふうに言ってるに過ぎないんです。つまり目覚めるというのは、ウェイクアップなんですね。ウェイク。W-A-K-E です。ウェイクアップなんですね。これが目覚めるです。で、まあ、ゲットアップのことなんですけども、みんな中学生でもゲットアップ、ゲットアップ起きるわっていうふうに覚えてますけども、そうじゃなしに、きちんと言えば、 I get, I, 主語が I だったら Myself up なんですね。つまり自分自身をアップさせるんです。アップの状態に到達させるというのが get myself up なんですね。えー、だけど Myself はもう分かりきってるから起きるというのは、I、get up に使ってるに過ぎない。だけども、私を起こしてよという時には get me up にしてなあかん。つまり I am up 私を起きているというのを get 到達させる。私自身をアップの状態に get me up なんです。つまり 例えば、これも同じですね。wake up があったら、私を目覚めさせて、起こしてよ。というのやったら、wake me up ですね。wake me up ということになります。例えば、get out なれば、I get myself out なんですね。私が外に出るということです。つまり、私自身を外に到達させる。だから、猫を外に出しよというのは、get the cat out ですね。つまり、the cat is out. 猫が外にいるよというので、その get 到達させようと、猫を範囲外、out ですね。に到達させようというのが get the cat, cat out ですね。猫、中に入れてやってって言うんだったら get the cat in ですね。範囲内ということになります。そして、このような、あつまり VOC 感覚さええー、手に入れればですね、このように次に うーんこれも奥田さんの16の動詞すべてそうです。take, let, put, keep. みんなそうですね。take を使ったら猫にとかかって範囲内。だから猫を外に連れて行ってってみんな感じになります。take the cat out。そして、let は許すということですね。だから、ね、猫を外に出しておいてあげてというような感じになります。ね、出してあげてっいみよな感じですね let the cat out。はい。そして、put the cat out。 猫を外に出してよこれがまあ普通の言い方です。標準的な。荒らしめてよということですね。プッと。荒らしめる。外に荒らしめてよということですね。えー、そして、キープキキャープを保持するということでしたね。だから、猫を範囲外にキープしといて。だから、中に入れないでよというようなことになります。英語というのは、本当にね、このような位置とか空間で物事を発揮していく。ねえー、出してあげるのあげるは何か。ね 連れて行くの連、連れ、連れ、れるは何かって。もうこれではダメですね。そしてあえて言ってきます。ね。get もちろん get up quickly. えー、広まるというふうに覚えてもいいんですよ。get up 起きると覚えてもいいんですよ。だけども、そこから抜け出すものがある。それが get me up であり。get the cat out であり。このような VOC 感覚が抜けてしまう。